アビスとの戦いが、終わったというか、一段落して、で、ミカさんと話しているとこですね。そうかもしれないな。空を飛んだ時、ナタの全域を、そして勝利のため身を粉にする皆の姿を目にしたんだ。もっと早ければ、そうすれば彼らも、クイ君、すまない、こういう時にする話ではなかった。今回もまたジュースでいいか？うん、 L サイズで頼むな。ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。あと一歩だ。残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。故にそれほどプレッシャーも感じていない。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、すっごくかっこよかったよな。あの時みたいな力をいつでも出せるのか？ あれはカムクラによって潜在能力をすべて引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。ずっとあのままでいたら体が持たないだろう。それと一時的にあった反魂の歌の特殊な力も消えている。今後は以前のように5名の所有者にしか作用しない。あのタイミングだったら、あなた全体で5名の所有者以外にも聞いてたってことか。しばらく予知者の戦争はないでしょ。ああ、アビスが大ダメージを受けたことで、周期的に現れていたのもしばらくなくなるだろう。で、5名を持ってるやつへの反語の歌のは回復したってことか。私としても、皆にここからしばらくの間、平和を享受してもらいたい。順調にいけば永遠の平和というべきか。千年続いたアビスとの戦争も、そろそろ終止符を打つべきだ。ところで、ずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は、常に物語の中心に立ち、様々な強敵と戦ってきた。先の戦争も、疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。知っているか？あらゆる物語で君のようなものは英雄と称される。生来の主役というわけだ。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つということだ。君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。だが、その優しさと正義感につけ込んで協力を強いているようにも思わせたくない。何せ決戦には危険が伴う。君にとってはこれからの旅の方が大事かもしれないしな。今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。明日になったらまた談議室に来てほしい。そこで最後の戦いについて話す。その時、君の答えを聞かせてほしい。ここで終わりそうだな。終わらんのんだ。最後の決戦の話は聞けるってことなのかな？あれ、今どこ？あ、この、こっちから上がるんかな。続けて会話するか、部屋に戻ってやつ。もう全員話したよね。あ、この辺は？あ、この辺話せないんだ。あ、この辺も、もう主役たちしか、こいつだ。 こいつはもう話せんのんだ。談議室。
つじゃと言って、あ、シトラリさん、旅人、パイモン、待ってちょうだい。ちょうど探してたの。シトラリ、なんでお前がここにいるんだ。大事なことがあってね、やっぱり君に教えとこうと思って。死のことについて教えてくれ。なんだって、それ本当か。ああ、そういうことか、必ず死ぬ。なんか本当は やっちゃいけんのんじゃけど、マービカを占ったというか、不術でね、どうなるか見たいよね。死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失勢の意志を変えてくれるかもって期待もしたけど、大戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、死は微動だにしていない。リアルタイムで見れるんだ。てか禁止されてんのに何回見よう、この人。君の考えてることは分かってる。私だってマービカ様を救いたい。でも私一人だけじゃ足りないの。旅人が協力することで結果変わるのかな。よかった、その言葉を聞けて安心した。協力ありがとう。特別な存在である君はこのルールに最も抗える存在かもしれないから。そう、この世界の外から来たからルールが変えれる可能性があるってことか。そうそう、このことは絶対マービカ様には言わないでね。カムクラの力を使うことの代償を彼女も理解してるはずよ。けど私たちのやろうとしてることを悟られたら、かえってこっちの計画に影響が出てしまうかもしれないでしょ。おう、わかったぜ。さて、これで最後の休養も片付いた。せっかく競技場に来たんだし、久々に一杯いただこうかしら。また本当に一杯だけか。安心なさい、一杯って言ったら一杯よ。そんなかな。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。エンジンになりたいと言いながら教えを請いに来る子は毎日数えきれないほどいる。その中からお前さんを選ぶ理由がどこにあるというんだ。はあ、何遍繰り返したって無駄だ。将来のことなど誰がわかる。才能に優れ俺を説得できるってんなら話は別だが。これマービカさんの過去のあれかな。ちょっとアーカイブ切り替えとくわ。